皆さんこんにちは。アトムスブース担当の有富と申します。今から、アトムスブースの、特徴につきまして、ご説明をいたします。今回アトムスではですね、スモー19という、19インチの、レコーダーモニターで、新たな機能が加わりまして、そちらを実際に展示しております。内容としましては 2K の映像を4つ入力しまして、それをシームレスにスイッチングできるという機能になります。従来そういったスイッチングをシームレスに行う場合はフレームシンクロナイザーが必ず必要になっておりましたが、それがなしでシームレススイッチングを実現いたしました。次の特徴といたしまして、ニコンの Z6 と忍者5の組み合わせでニコンローの展示をですね、今回実際に動いている展示を行っております。非常にロー、HDMI からロー信号を収録することができますので、色の表現、繊細な色の表現を実際に体験できる唯一のブースとなっておりますので、ぜひともご来場いただければと思います。で、3つ目なんですけど、今回キャノンさんから 8K のカメラをお借りしまして、それをドルビービジョンにしまして表示する、そのドルビービジョンにするところに将軍7という新製品を展示しておりますので、非常にドルビービジョンの持つ繊細な映像を 8K の高精細で見ることができますので、ぜひともこちらもご覧いただければと思います。もう一つですね、最後にネオンという、モニターレコーダーも、今回出展しておりまして、ネオン、非常にIBC で発表されまして、ご好評いただいておりますが、今回日本で17インチ、24インチ、31インチと、ラインナップ、が展示されておりますので、ぜひとも、ご覧いただければなと思います。